おっとっと。こんなことってありますよね。あるある。はい、皆さんこんにちは。ジジイです。ありますよね、こんなことしょっちゅう。はい、ジジイはね、2年前かな、すでにね、はい、沈み込み防止のこのクロスタイをね、制作してね、動画にもアップしてるんですが、ちょっと反響が薄くてね。はい、そこでね、今回は作り方も編集して、はい、再度アップすることにしました。まあね、作り方言うても、ミシンか手でね、縫うだけで、至って簡単です。はい、使うのはね、こういった感じの、ナイロンの帯ね、名前は知りませんけどね、それをね、くるっとね、じいちゃん指に筋肉ないんかいな。この部分とこの部分を縫ってもらって2本をクロスにつなげたら工程は終わりです。裏に回してもいいし、これを表側にね、表側に回してもね、全然問題ありません。ただこれだけですわ。これで完成です。はい、続いて、カルデラコン風って言えばいいのか、ごとくっていうのか、ウィンドシール風防ですね。はい、なんて言ったらええんか分かりませんが、なんせ便利なもんですわ。それを作ってみました。はい、まずはこれね、一番小さいやつ、ちょっとね、末広がりになってね、かっこのいいやつね。はい、小さいのでね、何に使えるかまだ分からず作ったのですが、このスノーピークのね、あの300ぐらいのマグカップにちょっと湯を沸かすのに使えるんじゃないかなと思って、寸法的にはね、それに合わせています。はい、続いてね、一番最初に作ったね、普通の平たいやつね。普通の平たいやつって意味わからんしな、それ。はい、これはね、要は外の無垢なんかの風防に使ってるやつありますね。なんかアルミか、なんかようわからんけど。ようわからんこと多いな。それの代わりのつもりでね、縁に巻きつけたらかっこいいんじゃないかな思うのを想像しながらね、ちょっと作ったんですけども、長さが足らんかったんでね、他のことで使うようにしました。アルコールストーブをここに入れてね、ごとくを入れて、はい、風防の代わりね、EPI の、これは何倍だったっけ ?EPI の、これは500か。500とね、バーゴの700。それにね、合うように風防としてね、使えるように今は考えてます。はい、それでね、今その巻き込む端っこが折り返しで止めるようにしてないのは、いろんな用途で使えるようにね、今んとこはまだ考えてるんです。例えばね、これをもうちょっとね、この状態からね、ずっと巻き込んでいって、径を小さくすればね、アルコールストーブのごとくのように使えるんじゃないかな、いうことで、普通のクリップで止められるタイプにしています。はい、中に入れるのはオレンジジュースで作ったね、アルコールストーブになります。これをここに入れて網をかぶせたら、普通にごとくの役目をしますね。これでそういうこともあってね、今のとこはね、まだ試験なんで、はい、いろんな方法でね、使えるようにね、ない頭を絞っています。
はい、サイズはね EPI ガスの500とバーゴの700に、はい、収まるサイズになっております。はい、それではねイメージ動画としてね作る工程を撮影していきますね。はい、まずはね実寸大の、出来上がりの横のねイメージを考えながら差しでねずっと描いてください。それに、中央に一本線を入れて、それをこの端のね端の部分が交わるようにね上の方にずっと二本線を引いて、この交わった部分にね切りか押しピンかなんかでね紐を留めるんです。それを中心にね、はい、さっき描いたやつに切るラインを描いていきます。こういう感じですね。はい、直接ねステンレスの板に傷をつける感じでね描いていってもいいし、それかボール紙かなんかでね一旦作って、あボール紙よりも厚手の紙で作って、それを切ってステンレスの上でねもっぺん描き直して切るいう方法もあります。でこれはね穴の開けるとこを今当分してます。はい、難しく考えずにまずやってみることです。それが最初の一歩です。これ100均で売ってる穴あきパンチ、こんな感じですわ。はい、これがね今作った豆ごとくになりますね。いかがでしたか、ジジイのものづくり。次回もよろしく。あ、調子。はい、こちらはね一番大きな、カルデラコーン、上にもねちょっと穴開けへんかったら炎が逃げへんちゃうかな思ってね、まだ試作ですんでこんな感じに作ってしまってみました。作る楽しさ伝わりました？